今夜の動画は正しいクラブの上げ方についてお届けしたいと思います。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、 WGSL です。今夜の動画は、はい、何でしょう。正しいクラブの上げ方、皆さん悩んでますよね。気になりますね。気になりますよね。アホみたいにインサイドに上げてる人多いですよね。昔正しいクラブの上げ方について動画を通して気づきを得ていただければなと思います。それでは行ってみましょう。あ、じゃあ間違えた。それでは行ってみましょう。間違えてない。あ、間違えてない。間違えてない。じゃあどうですか、皆さん、フージュンプロのスイング見ていただいて、はい、フージュンプロの1ポジってものに注目して見ていただけると、1ポジが分からんって人はもう WGSL 全然知らないってことなんで、まずプロ版が買いましょう。はい、はい、レッスン動画買いましょう。はい、教えないでね、1ポジが何なんかは。そうですね、はい、1ポジを手だけで作ってる人がいるんですけど、あ、ダメですね。ダメですね。はい、ダメですね。ヒントしましょう。ヒント。そうですね。あなたは来るんでね。まあまあバグってくるんでね、本当に。ラウンドの後のエビス。ラウンドの。ラウンドの後はでもいやプロでも来るんで。それはアマチュアの方は狂いまくりますよ。だからラウンド行くな言うてんのね。みんなラウンド行くってね。おかしになりますね。うん、不思議やもん。上手くなりたいって言ってるくせにラウンド行きまくる人多いやもん。意味が分からへんねん。まあまあ上手くなりますけどね、確かに。週2回とかラウンド行ってたらラウンド慣れしてくるんで、よっぽどのアホじゃない限り。週2って普通の人いけないよ。でもトップアーマー行くやんか。そうそう、トップアーマー年間200ラウンドとか行くやん。お仕事やもん。あんなお仕事やもん。なんか俺がさ、あっさりと何やろ、例えば5ラウンド以内で、はい、な100切って、まあ3ラウンド目で切ったけど、うん、はい、で10ラウンド以内、まあ8ラウンド目やけど、はい、90切って、はい、あっさりと80切ってってシングルなって片手なってって言うけど、いや言っとくと週1しか僕練習しなかった。ボール打つんなんて、ボール打つんは週1でしたよ。なんで毎日僕ゴルフやってて上手くなったわけじゃないんで、ていうかラウンド行かん方が月1で十分ですよね。マスターなんか月1も行けないんで。そうですね、結局達成できたことないですよね。月1は行きましょうって言いましたけどね。やっぱスケジュール上やっぱそういうのは、まあ、仕事してたらきついっすよね。はい、で一日奪われますよね。そうそうそう、僕はそれが大嫌いなんで行きたくないんですよね。ラウンド行ったらどうなるかって言ったら、フージュンプロでも1プロジが崩れるように、やっぱラウンド行ったら目標に対して打たなダメになってくるんで、はい、アクションじゃなくてやっぱみんなそっち意識ぐらい行くじゃないですか。じゃあやっぱ体って回り出すんで、なんでボロボロになると、はい、スイングが、はい、じゃあフージュンプロの動画に来ているコメントでも、はい、読んでみようかな。お願いします。紹介、ゆうって書いてまさるさんからいただいているコメントですね。はい、いつもありがとうございます。会話に入りたそうにチラチラ振り返るフージュンさんがなんだか可愛く見え、陰影の関係なのか不思議とフージュンさんがスタイリッシュな体型に点々正面になった瞬間、あれって一瞬目を疑いましたが、相変わらずすごいスイングです。私も同じようにアイアンで飛ばしてみたいですっていうコメントいただきました。ありがとうございます。はい、あの陰影のせいですね。マスターなかなか厳しいけど、しっかりあのボスの血を引いてる。そうですね、さすが俺のクライアントっていうことで、もう一個いこうかな。もう一個ぐらい読めるかな。もう一個読めるね。あ、これいいコメントやったね。ベルテルさんからいただきましたコメントです。ありがとうございます。おばちゃんです。
自らおばちゃんって名乗られてるんで、俺が勝手におばちゃんって言ってるわけじゃない。びっくりしました。そんな失礼なこと言わないで。俺やったらババアって言うから。厳しい。うせえな。お姉さんって言いますよ、ちゃんと。お姉さんって言いますよ。はい、多分今カメラの向こうでも皆さん受けたでしょ。はい、おばちゃんです。飛距離伸びました。まだコンスタントにではないですが、今までどれだけ振っても出なかった飛距離210ヤードが出ました。キャリー185ヤードでした。トラックマンを何度も見てしまいました。他のクラブも飛距離が上がっています。まだまだ頑張りますっていうコメントいただきました。ありがとうございます。いや、何がすごいって、俺飛距離が伸びたことよりも何も女性の方のコメントや。いやいや、そうですね。うち女性視聴者率 2% やめちゃめちゃレアなコメントです。 2% やで。 2% この女性に聞きたいわ。俺の毒舌どう思ってんのやろ。気になる。確かに。それでも見ていただけてるっていう。いやー、すごいです。女性の方でうち見るっていう、なかなかあれですよね。思考回路がでも、ね、男性に近いんじゃないかなっていう。まあ確かにある程度こうロジック的なところを理解しようとしてスイングを取り組んでる方なんじゃないかなっていう。女性って結果しか求めないんで、だから僕コンサルしたくないですよね、女性はね。でもこの方一人いいですね。女性で210ヤードって言ったら大概の男性に勝てますよ、ね。まあ、まあ自称250とかいう男性が多いんで、まあ、自称なだけでみんな180ぐらいしか飛んでない。キャリーでいっぱい見てきましたですね。もう実際福神プロもサトシ君もトシプロもキャディやってたんで、実際200ヤードを飛ぶ人の方がもうごく稀っていうぐらいだったんで、200飛んだら、うわ、ちゃんと飛んでる、すごいってな、今日のキャディ楽や思いますめっちゃ飛ぶからっていうぐらいなんで、その方めっちゃ飛んで、しかもトラックマンなんでね、結構厳しめの計測器です。まあ、ね、何でもいじれんやけど、まあ、言っても計測器って、ね、YouTube 見てとか、まあ、言ったらダメなんかもしれないけど、うん、まあ、正直に言うとうちのチャンネルで計測器出せる動画とかあるんですけど、 あれいじってないんですよ、はい、全く、はい、うち全くいじらないんですけど、うん、いじった時にどうなるかっていうのももちろん知ってるんですよ。なんで他チャンネルさんとかで計測器出してる時にすぐ分かります、いじってるかどうか。なるほど。ビビるぐらいみんないじってるやんっていう。あ、まあ弾道見てたら、うちのチャンネル見てる方やったら、うん、弾道見たら分かると思うんですよ、あれがほんまに300飛んでるかどうかって、はい、でも分からん人もいますからね。フージュンプロのスイングでヘッドスピード遅いとか言うやつもいますからね。いますもんね、不思議な人が。不思議な人がいるんでね。うわ、えっ、ケンさんの驚き方がやばい。生のリアクション。えぐっ。いや、やばいでしょ。やばいです。ちょっと待って。やばいです。やばいですね。こう生で見たら僕たちが言ってるのが嘘じゃないっていうのが驚きじゃないですか。やばいです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。はい。フジュンプロかっこええわやっぱり、はい、あの飛距離憧れるわって方は高評価ボタンを押していただいて、またコメントの方を書き込んでいただけると、フジュンプロもコメントとか結構気にするタイプなので、ガラスのハート、はい、まあまあね、ガラスのハートやからこそアンチコメント来たら俺が速攻ブロックしてるんで、ただ見てる俺はほんまにイラついてるから、ね、アンチコメントマジで探してディスってるから、ね、まあ、ほんま書かん方がいいですね、アンチはね。ほんまにそういう思考のやつはうちのチャンネル見ていらないんで、はい、っていう方で、高評価ボタンの方を押していただいたら終わっていただいて、はい、終わっていただいてって何やねん。終わっていただいて。俺今日マジでちょっと調子、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。